不穏な空気の漂うスレ隊の今回は、姉であるイッチが、弟からの手紙を元にスレ民たちと解読していくものです。実際の手書き写真などがアップされていますので、一緒に解読してみてください。果たして、弟は見つかるのでしょうか？見つかったとしたら、なぜこんなことをしたのでしょうか？最後まで目の離せない展開となっておりますのでぜひご覧ください。弟が変な置き手紙残して消えた。結構自由気ままに生きてた弟だから、家出したと父から電話があった時は正直、あ、そう、としか思わなかった。そして今日冬物を取りに実家に寄ってみると、自分宛ての手紙がポストに入っていた。その手紙の内容が少しおかしかったので、ちょっと晒してみようと思う。弟のスペックープ。はようぷ。スペック、自分、26歳メス、会社勤務。弟、24歳オス、ニート。8月まで会社勤めだったみたいだけど、病気になったらしくニートになってた。とりあえずさっさと内容を晒してもらえます？ちょっと置き手紙の文章が長めなので、22が言うように先にそのものをウープします。未解決事件の手紙みたいな感じだと勝手に期待してる。縦読みしようとしたやつ腹筋な。弟さん漢字もまともに書けないのかよ。言ったか。遅いのはこの手紙を全部手打ちしてたから、ここからは早いはず。あねえ。現実に打ちのめされて、今この手紙を書いています。端的に言うと家にいるのは疲れてしまったので、知り合いのところへ行こうと思います。死にはしないので安心してください。いい弟じゃなかったと思います。むしろ借りた金も返せないようなダメな弟でしたが、どうか勘弁してください。わけのわかんないことばっかりして、本当に悪いと思っています。飲みすぎて帰ってきた時看病してくれたのはお姉ちゃんでしたよね。ヘロヘロになってる僕をベッドまで運ぶのはさぞ大変だったでしょう。口には出さなかったけど、この場を借りて言っておこうと思います。本当にありがとうございました。とても感謝しています。辛いことばかり思い出してしまう家での生活も、お姉ちゃんとの思い出は他には変えられない大切な思い出です。お姉ちゃんには本当に色々と力になってもらったのに、裏切るような形になってしまったことが残念でなりません。本棚にある僕のものは処分してください。そこそこの価値があると思います。一番上の引き出しの中のコインは、見る人が見たらそれなりの値段になるはずです。他にも19の時まで買ってた漫画、コナンなど、やゲーム、パソコンなどもあるので、お姉ちゃんの好きなようにしてください。それだけじゃおそらく大した金額にならないかもしれないけど、もしお姉ちゃんが結婚して新しい家でも建てるようなことがあったら、その時はちゃんと借りたお金を返しに行こうと思います。平成24年1月15日。弟の名前。で、イッチはどうしたいの？この手紙のおかしなところをちょっと話すから聞いてほしい。まず、内容に私が酔っ払った弟を解放するシーンが出てくるんだが、そんなことした記憶が私には一切ないんだ。中のコインが気になる。引き出しの中にコインがあるとのことで、割ってかしながら引き出し開けたんだけど、それらしきものは何も入ってなかった。姉の弟への気持ちはどんなもん？勝手に家出してろよゴミ、みたいな感じ？まさにそれ。まあ、人様に迷惑かけないか少し心配ではあるけど。その手紙本当に弟が書いたのか？字は弟の字なのか？どうかね？コナンくん。あれれ？この字弟くんのと違うよ。それが問題。私は弟の字を知らない。誰か他人が書いたものならなぜこんなものを書いたのか知りたい。っていうか流れ早いな。いつも立てるクソスレはすぐ消えてしまうというのに。置き手紙残して失踪したことあるけど、大丈夫だと思うよ。俺弟じゃないけど。置き手紙残すやつの心情ってどうなの？探してほしいの？イッチ以外の家族による弟の暗殺計画の可能性が微粒子レベルで存在する？ないと思うがどうだろう。とりあえず両親とも字はもっとうまい。原文に、かっこ笑い、は見当たらないんだが。まあ冗談、弟の寄稿詳しく。適当にタイプしたからところどころ間違ってると思う。さあせん。とりあえずコナンは弟じゃなくて、私が買った漫画だ。だから弟にメールしろって。私の携帯はアパートに置いてきて、今弟の PC からここ来てるんだけど。さっき、お前どこにおる？ってメールしたら弟の部屋で携帯がうなってた。携帯置いてったのが運の尽きだな。アドレス帳に入ってるやつ片っ端に当たるって手が残された。記載現る。イッチは144を実行して逐次報告してくれ。さすがにデータ消してるだろ上皇。弟家族以外5人しかアド入ってなかった。その人たちとは連絡取って、もし何か分かったら連絡するよう言ってある。友達に連絡しろよ、片っ端から。それして何もわからんくて、暇になったからVIPに来た。病気になったらしくニートになってた。病名なんだよ。知らない、興味がない、肝臓がどうのこうの言ってた気がす。ここまで見逃したレスでやっとかなきゃいけないものある？連絡取れないのにどうやって結婚を知るつもりなんだろうな。あと私に結婚の予定は今のところない。で、お姉ちゃんはどうしたいんだ？もしこれが何かの暗号なら、VIP のエロい人たちが解いてくれると思ったけど、どうやらそうじゃないらしいな。あとはこんなバカな弟の気候を晒したかっただけだから、もう用はないのかな。勢いも収まってきたし、お姉ちゃんいろいろやっちゃうよ。お姉ちゃん頑張って。おそらくコナンの読みすぎだな。完全に一致のせい。アテナは確実に姉ちゃんアテナン。まさか知り合いかも。弟の名前は Y で始まらないか。弟にはいくら貸してるんだ？ひょっとしてあの手紙暗号なんじゃね？さあせん。弟をコナン付けにし洗脳した甲斐があった。奴のお姉ちゃんは私以外思い浮かばない。違う。軽く15万は超えてる。まあ戻ってこないものだと諦めかけてる。マジでか。ああ一番上のコインってそういうことか。で酔っ払ったってのも繋がるわ。解読頑張ってみてくれ。わあ手紙に殺されるって書いてある。殺されるとか書くのやめて。手が震えてちょっと涙目になってまうやないの。D ドライブープ。弟の PC Mac だから D ドライブはない。しかしいくつかエロいものは発見したった。他に嘘はなかった？変だと思うものリスト。1、あいつをかくまってくれる知り合いがいるとは思えない。2、私は酒に酔っ払ったあいつを解放した覚えはない。3、そもそも家の家族はみんな下戸で酒が飲めない。そしてあいつに酒を飲み交わす友がいるとは思えない。4、むしろ小さい頃私はあいつをいじめてたから、あまりいい思い出があるとは言えない。続く、5、さすがに弟でも死という漢字くらいは書けると思う。だからこれ読んで最初に縦読みしてみたけど何も出てこなかった。6、本棚の本はとても金銭的価値があるとは思えないものばかり。ハリーポッターとかダレンシャンとか。7、コインは引き出しに入ってなかった。8、あいつは19の時日本にいなかったから漫画は買ってないはず。やばい、なんか書いてて怖くなってきた。9、コナンは私が買った漫画。10、私に結婚の予定はない。コインとコナンって似てるな。姉の恨みが書いてあるのか？金を返すイコール恨みを晴らすみたいな。まさか逆にコイン、コナンで、引き出しの中のコナンは見る人が見たらそれなりの価値になります。なのか？コナンって見てねえが、こんな謎解きの漫画なのかい？当たり前だバロー。一致はしばらく一人にならない方がいいかもしれないな。姉は実家に常駐していないのに、姉宛ての手紙が実家に入っていたとかどういうことなの？弟にアパートの住所教えてない。うちのポストに折りたたまれた手紙が入ってたから、多分弟が置いてったんだと思う。なるほど、そういう暗号か。早く逃げてみんな殺される。引き出しとか本棚に変わったものがないか探したかい。PC のカメラでちょっと撮ってくる。一応意味が繋がった。でも、稲上ってなんだ、地名か？教えて、書いて。構わん、続けろ。姉ー、って書いてある姉の位置から2行ずつ降りていくと。姉にはナスは稲上おる。姉に話すは、稲上おる。稲上は人名。姉に話すは、稲、上におる。上から来るぞ気をつけろ。どこの侍だよ。金タス剣イコール、鍵。な。今写真撮ってきたけど引き出しに鍵入ってた。水波駅のロッカーの鍵。やばい、鳥肌立った。住んでるとこ水波だ。他人が読むとそこまでおかしなことは書いていない手紙の内容に見えますが、一致によると、おかしな点が多々あるようです。スレミンたちが一斉に解読を試みますが、ついに手がかりを見つけた人が現れます。天才現る。すげー。解説よろ。し、たす、量、イコール、波。塩水と量に分けて水波。だと役の変と作りで液化。ありえるな。やばい手が震えてる。やばい、楽しくなってきた。二分をまとめて一時にするんだな。俺も岐阜済みだから水波駅向かってみるかな。とりあえず駅向かいながらもしもしで実況頼む。盛り上がってきたー。やべー。点、たす、橋、イコール、水。し、たす、量、イコール、波。だ、たす、役、イコール、液。あとは一両飛ばしで。のろつかーの。金、たす、剣、イコール、鍵。こえー。マジですげえよお前ら、ワクテカが止まらんくなった。怖すぎ、釣りで会ってくれ。コインとか19はコインロッカーとか19番とかそういうのかな。こんな鍵が入ってた。きたー。どうすりゃいいの？激突しなきゃいけない流れ？どこにそれが入ってたの？ PSP の傷つけないようなケースの中に入ってた。うわ、本当に暗号だったのかこれ。ロッカーを開けるとそこには、変わり果てた弟の姿が。コインロッカーに弟の首が。激突はよ。水波って何県？岐阜。やばい、怖くて動けない。激突頑張れ。はよはよ。とりあえずコナン19巻読んで落ち着いてくる。読んでる場合か。言ってやれよ。早く行けよ。怖いんだよ畜生。コナンやっぱり面白いです。姉の気持ちになってみろ。弟失踪。兄ちゃんに助けを求める。暗号か？水波駅のロッカーに？そのロッカーの鍵が？何が入ってるの？首？え？付け加えんな。19巻の全ページのセリフの1文字目をつなげてみるとかはよくあるよね。コナン19巻ってどんな内容だっけ？コナン19巻読んで余計怖くなった。暗号まんまだった。え？例えば、神明香織とかいう小説家が毎回原稿を送ってくるけど、それが暗号だったってやつ。聞いてるやつはコインロッカーの鍵が画像と合致するかだけでも確認しに行けないか？水波とか近所。コインロッカーの鍵の写真うつ。画像の鍵と駅のコインロッカーの鍵が同じか確認できるならしてほしい。違うなら、解読が間違ってるか釣りかわかるから。とりあえず大体の暗号解けたんだし水波駅号。てか、水波ってググったらめっちゃ山中やん。こんな夜中に危なくないのか？スネークもイッチも黒装束の男たちに拉致られるぞ。それは岐阜県特有の地理だからどこもそんな感じだよ。水波駅は商店街が近くにあるから多少は人はいるはず。と言ってもこんな時間帯じゃ結構な雰囲気になってるだろうけど。水波駅周辺の画像。下の弟が行ってくれることになった。自転車で行くからあと20分くらい待ってろって。初めてかっこいいと思った。お前も行けよ。実況が大切なんだよ。気になって寝れねえ。こんなにワクテカしてるの久しぶり。ほんとに首くらいしか入らなそうだから怖い。ああマジか。水波駅のロッカー。これマジかよ。何この存在感。赤いの見えるから鍵まではマジっぽいな。ああ、もう1時間くらい経った気がする。時がムネムネして死にそう。512はググれば出てくるからな。あと本田ってもしかしてホンダか？車のホンダかホンダって知り合い、もしくはヤクザ？ H はアッシュ、フランス語で読まない音。つまりは F 以外の、はよう、は無視ってコナン君が言ってた。だから、へ、ほん、ほか、は読まないってことか。これ一致の釣りじゃなかったら弟の釣りじゃね。拉致られてピンチでそんな暗号仕込めないし、コナンの内容覚えてるのも鍵を家に仕込めるのもおかしいよね。559の通りなら、へほんほかほんほかは無視しておけいか。H は読まないんだろ？ヘロヘロはヘロヘロでエロエロだから、エロエロ。口には、本当に、エロ本だな。埼玉のインフル患者だけど岐阜にスネークしに行ってくる。やめろ。そろそろ下の弟帰ってくると思うから。下の弟帰ってきた。ちょっとしたら報告します。来たか。これはワクテカせざるを得ない。19巻の話と同じなら弟今頃病死してんじゃね。コナンの20巻に続くんだろ。つまり姉ちゃんは自殺に見せかけて殺されるんだよ。釣りじゃなかったらすごいよな。久しぶりのワクテカ。ただいま、結果から報告すると、小さめのバッグがロッカーの中に入ってて、下の弟が中見たらゆきちさんが見えたから、すぐ閉じてとりあえず持って帰ってきちまった。かなりの額が入ってるみたい。写真は弟。きたー。うほー。なにこれ怖い。おいくら万円あるの？絶対それはやばい金だよね。すげえ。金以外は何が入ってた？これ相当あるで。これはニュースになるかもしれんね。うおー。マジかよ。これからどうすんの？弟の手がかりとかなかったのか？弟やばいんじゃね？興奮してきた。すげえ。今枚数数えてる。ちょっと待ってて。これ弟が借りた金？弟自殺とか？ ID 付きで札束床に並べておく。オッケー。弟の安否は一体？待て、これはどういうことだよ。現金だけ残って。床に広げ終わった。さすがにこれはないわ。クソはロス。え？なかなか面白かったぞ。おつ、楽しかったぜ。面白かったじゃねえか、バロー。よくこんなの解読できたな。俺の人生並みにベリーハードだった。俺のシダのロッカーの鍵も結構いい線だったと思うんだ。誰か褒めてくれ。今回の立役者はあんただ。よくあんな暗号思いつくよな、すげえよ。手紙作った一致も、手紙解読したやつも、おつ。鍵は本物？カバンの札束は本物？ちなみに昼頃水波駅のコインロッカーに、札の詰まったカバンを本当に置いてきました。だから鍵は本物です。ちなみに先ほど本当に水波駅へ自転車飛ばしてきましたが、スネークは一人もいなくて残念でした。せっかく下の弟設定作ったのに。よく凝っていていいぞ。釣られてもなんかすがすがしい気分だ。札束用に紙をちょきちょきしてそれをカバンに詰めコインロッカーまで持っていき、この寒さの中取りに行ったのか。お疲れ様。そこまで釣りに情熱をかけているなら逆に釣られてすがすがしい。なぜ姉にしたんだ？実際にいる姉をビッパーにしたら、こうなるだろうなってイメージしながらレスしてました。ちなみにリアリティ追求のため、今姉の部屋からレスしてます。疑いのある部分って言い方すれば、日付が15日の手紙がなんで今日までポストに残ってるんだってところとか。設定としては実際は置き手紙じゃなく、弟が何らかの事情で監禁されて、身内に手紙残さないと捜索願いが出るから書かせてくれ。と言って書いた手紙を、監禁してる奴がポストにぶち込んだってことになってる。千なら札束がみんなの手に。千なら金くれ。千なら一致が俺の姉になる。いかがでしたか？とても手の込んだ釣りでしたね。皆さんは手紙を解読できましたか？ひとたび手がかりが分かってからは、どんどん話が進んでいき、飽きずに楽しめた方も多かったのではないでしょうか。続いては、こちらのスレを紹介します。今回は、タイムリープしたことがあるという一致がその経験を語るスレを紹介します。妙に真実味があって、最初は半信半疑だったスレミンも徐々に信じ始めて、人生やり直したい奴俺がタイムリープした時のこと教えるから来い。いつもできるわけじゃないが、今まで3回成功してる他の他とでもできるかわからないが教えるわ。タイムリープ。時間跳躍の意。対象物が時間を超えて過去や未来へ移動することを指す。生死の頃にタイムリープして他のやつに譲りたい。それは無理だが、とりあえず俺がやってるタイムリープらしきものは飛べる範囲が自分の自我と思い出がある時間まで、明確に飛ぶ時間も選べないし多分毎回微妙に世界も違うから飛んだ先で何が起こるかもわからない。はよ。携帯使わない方向でお願いします。道具とか使わん。俺のタイムリープに使うのは夢の世界。特に深くて夢を鮮明に感じる時に成功しやすい。みんなもたまにあると思うんだけど、起きた時には夢だとわかるんだけど、寝ていると時には全く気がつかないそういう夢を利用する。はいはい。お願い教えてください。はよしろニートが眠りにつき始める時間帯なんだよ。微妙に違う世界とな。期待。俺が最初にタイムリープをしたのは1回目の21歳。当時はニートで友達もいないしで散々だった。毎日考えるのはもしあの時頑張っていればとか昔は良かったとかそういうダメな考えばかり。寝る前にもよく何やってるんだろとか考えてた。最近になって分かってきたんだがここら辺は結構大事。寝る前に大まかにだけど飛びたい時間のことを考える。そうすると格段に夢でタイムリープに挑戦するチャンスが多くなる。過去の自分の意識の中に入るって、どういうこと？それでまあ、それを毎日繰り返していると稀に、夢は夢でも現実なんじゃないかってくらいはっきりとした夢にたどり着く時がある。どうしてそこに至るのかはまだわからないけど、普通に寝ててもそうなることはあるし、単なる偶然かもしれない。見る夢は夢だから何でも良いんだよ。昔の帰りたい時間の自分なら何でも良い。俺が最初にタイムリープをした時に見た夢は中学生の時の夢だった。どういうことだよ。昔の夢じゃなきゃダメなのかよ。これでどう人生やり直せるか見物だな。俺がそれマスターしたら現実放棄して夢を見ることに没頭してしまうだろうからな。夢で過去を映して時間というか世界を移動するような感じだから、未来はイメージ力が貧困なのかその他の理由かはわからないが無理。夢の内容は中学生の時に親しかった友達と皆でサッカーをしている。サッカーをしている場所はどこかもわからない。真っ白な草原、学外なのに皆制服でなぜか担任の先生までいる。もちろん俺の生きてきた記憶では、そんな草原はないし担任とサッカーをした記憶もない。あれ？じゃあお前はこの世界に来たってこと？そんな感じ。で続きだけど、夢を見るときは最初は夢だと気がつかないことが多いと思うんだよ。夢ってこれ夢だとか気がつくと一気に目が覚めたり、遠のいてしまうからまずはそこに注意をしなければならない。大事なのは夢のことに集中すること。俺の場合は友達とのサッカーだったから集中しやすくてよかった。それでそのまましばらく夢に集中する。こればかりは寝る前に毎日自分に言い聞かせたり訓練するしかないんだけど、普段からこれ夢だとかそういうことを思わないように心がけるのが大事。するとだんだんと夢の見え方というか感覚が変わってくる。最初はぼんやりと夢の中の自分を眺めていたかのような感覚から、夢の中の自分に意識が入り込むような感じになる。それが続くと意識がさらにはっきりしてきて、足に当たるボールの感覚とか自分の体の動きとかを感じるようになる。ゲームのキャラに自分の意識が入り込むような感じかな。現実は変わったのか？これが現実かどうかも定かではないが、抵抗がないし違うことも多い。ここまで来るともう世界が切り替わるのはすぐ。あとはとにかく、その行動に集中するんだ。自分の体と意識をつなぐために。もちろん必死に集中はするけど夢を見ているときは過去に行くためとか考えてない。それを考えた時点で夢は覚めてしまうしね。その時間に本当に戻りたいなら自然とそこで起きることに集中できるはずだから、特に深くは考えなくてよい。明晰夢？自分の記憶が変わるだけ。記憶はタイムリープする前から受け継ぐ。タイムリープする前のことも覚えてるし何回しても忘れない。意識が夢の中の過去のような、世界の自分に入り込む。世界は毎回微妙に違う。集中を続けていると今度はだんだんと周りの景色がはっきりとしてくる。知ってる風景だったり、家の近所だったり住んでる街が記憶にある分、徐々に再現されてもちろん寝る前の世界とは全て一緒ではない。あくまで俺の記憶を頼りに再現した世界っぽい別の世界なので俺の記憶があやふやなところは適当に保管されるしひどい時には国の形が変わることもある。マジレスするとそれタイムリープじゃないぞ。まあ違うかも。でも他に名前が付けられない。集中って言っても無意識だし。だから好きな時にはできないんだ。大丈夫？自分でも頭おかしいと思うよ。その後はどんどん近いものから再現されていく。まず自分がサッカーをしていた草原は母校の中学校に変わるし、他のものもどんどん増えていって最終的には人が再現されていく。無意識に集中しているうちに、これらのものは再現されていくから、あたかも最初からそこにあるような感じになる。するとだんだんおかしな感覚に襲われる。今俺は何をしているんだ、ここはどこなんだと。でも辺りを見回すとその頃には最初の頃のぼんやりとした世界とは違い、現実の起きていた時と同じような意識と世界がある。ここまで来るともう終わり、寝る前の世界には帰れなくなる。というよりも自分がいたはずの世界が夢だったのかのような気持ちにすらなる。続けたまえ。つまり福君もタイムリーパーってことか。思ってたのと違う。これは夢だと思ってももう戻れない。意識が夢の世界の肉体に入り込みすぎて、そこから抜け出すことができなくなる。俺も色々試したがダメ。アニメなんかとか違う元の世界には帰りたくても帰れない。このタイムリープは一方通行で、元の世界に帰る方法は何もない。思い出や記憶がはっきりしている、場所ははっきりとしているから自宅までの道や自宅はきっちりとある。あとはそこに帰り眠るだけ。眠って起きたらもう終わり。次の日からはその世界で生きるしかない。1は何年前にタイムリープしたの？21から13に飛んで、15から11に飛んで、最後が24から19。1回目は偶然で、2回と3回目はある程度は狙って飛んだ。今俺たちがいるこの世界も、また、1の夢の中なのかもしれないな。もう何が何だかって感じ。死ぬ時も飛ぶのかなと思うと死ぬのも怖くない。重要なことだが、新しい世界には俺の記憶が反映されるから毎回世界が微妙に異なる。クラスメイトや街並みまで毎回違う。知らない奴が突然話しかけてきて、びっくりしたりすることもある。まるで記憶喪失してるみたいだ。あと遡る年月が長いほど世界が変になる。平行世界があるとしたら面白いな。今何歳？最後にやったのは何年前？今は20、やったのは1年前くらい。苦労しない楽しい時間だけを今までは繰り返してきた。これからはまともに生きたいが、下手をすると訓練のせいで自然に夢に入り込みまた戻ってしまう可能性がある。今では後悔することも多い。彼女できた？記憶があるし、どんな変なことをしても時間はかかるが戻れるから、気にしないこともあり行動は何でもできる。だから女にも積極的になれるしで何回かできた。ただ彼女を作ろうと結婚しようと子供が生まれようと無意識にタイムリープしてしまったら全てなかったことになるから最近では怖い。なんか怖いな。やめろよ、寝るの怖いじゃん。大丈夫。偶然に飛ぶにしても心から望まなければ飛ぶことはないと思われる。俺がミスをしたのは訓練をして夢の中に集中しやすくしてしまったことだ。やり直した世界では、経済とか宝くじの番号とか大穴当てた人とか同じ？それともパラレル？飛ぶ前に宝くじの番号を必死に覚えたとする。そうするとその宝くじ自体は飛んだ世界で発生する可能性はあると思うが、何分飛ぶのが過去で行く時間も選べないからなかなか難しい。そもそも、確実に宝くじが発生するわけじゃないと思うし、俺の記憶で大きく世界が変動するから難しいんだよ。株とかそういうのも変動しちゃうのこっちは硬いと思うんだけど、例えばヤフー、ライブドア買っとくとかこういうのも変化しちゃうの？ここまで変化すると、過去に戻ってるって感じじゃないな。会社も知らない会社がその業界のトップになってたりする。あとは自分が嫌悪していると出てこないこともある。日本語、時々おかしいやつだなぁ。1はこのことについてどう思っている？もう半分諦めてる。運よく死ぬまでタイムリープが起こらなければ死ねるけど、多分無理だろう。まだ生きてたいから今は楽しいかな。例えば中学生の自分に戻ったとしたら今までやってきた中学高校の授業をもう一回受けなきゃいけないってことか。きついな。記憶はあるからね。強くてニューゲームで最初は楽しい。過去に戻るってリアルに考えると結構、辛い時間ができる分、つまらない部分も多い。金とか女の子とかでは無双できそうだけどそれも所詮過去のセンスの女だからな。とりあえず、過去に戻れたら、全財産でヤフー全力買いだろね。次がエッチ。この2つだけで一生遊んで暮らせる。金手に入るし。できたら良いんだろうけど、俺が飛んでも子供だからその選択肢は無理なんだよね。それどころか世界が変わるとまた一からその世界に順応しなきゃいけないからきついわ。本当は40歳ぐらいってこと？中身はずっと成長してないけどね。釣りじゃなくてマジ？俺の頭がイカれてなければマジ。自信は？毎回微妙に違うね。この前の地震はその前の世界ではまだ起こってなかったし、というか政権とかも違う、何もかも違う。まんまなのは家のご近所がせいぜい。ホリエモンについて徹底的に調べて、そこをすれば金持ちなれる可能性は対策なしよりマシにはなるんじゃね？そうしたとして無事に金を得たとする。だけど無意識にタイムリープが起きたら全部台無しだし、タイムリープするごとに一番最初に暮らしていた世界からどんどん違う世界に変わってしまうから怖い。確かに子供時代を繰り返したり好き勝手して暮らせるのは楽しいが、たった未開の世界移動でもすごい変化している。このまま続けていたら自分の家族や生まれ育った町も消えそうで不安で仕方がない。つか、実質若返ってるだけだよね。これ50歳ぐらいなら魅力的な提案だけどに、30代の未来ある人なら戻る方がめんどくさいよね。記憶持ったまま若返るから有利といえば有利な面もある。多分芦田愛菜は俺の同類だ。父ちゃんも、母ちゃんもふるさとも国も自分自身すら違ったらやばいよな。まず言葉の勉強からだもん。大きく変動すると本当に焦る。家族とかまで失うほどの勇気はねえよ。一がもともといた世界の話が聞きたい。そもそも同じ日本だったの？どんなところが大きく変わってる？日本は基本変わらないけど首相とかは全然違うな。地震とかも違うし、あと、2012年に滅びるとか言われてなかったし。企業とか偉人とかはどうなの？この世界にない道具とかもあったら聞きたい。基本的に俺が記憶してた企業や偉人はそのまんま。知らない偉人とかは改変されてても気づきようがないしわからない。ただ企業に関しては俺の世界じゃこんなに日本頑張ってなかった。無意識に愛国心が働いて日本がより栄えてる。世界に徐々に流れていってるのかもしれない。道具に関して言えば俺の最初の世界はというか日本はあまり発展してなかったから、この世界の方が驚くよ。昭和っていうのかな、俺の世界あんな感じだったし。娯楽はどう違ってた？ゲームだの漫画だののいわゆる二次元とか。アニメと漫画はあるよ。数はこの世界より少ないけど娯楽って言われると難しいが、よく車やバイクで市民参加のレースが行われてたな。差異がとにかく多かった。この世界のアニメの中みたいな世界だよ。世界情勢としてこの世界にない国とか全く別のことやってる国とかは？世界大戦はあったの？大戦はあった。それは一般常識だから、さすがに世界を移動しても無意識の記憶から改変できなかったんだと思う。日本はまだ昭和で反鎖国、アメリカ強い、韓国静か。この世界で珍しいと思ったものや気に入ったものは？まずアニメ。まさか俺の国がこんなおかしく改変されるとは思わなかったよ。次はネット。あるのは知ってたけど日本でこんな気軽にできるなんて奇跡だね。あとは女。これに関しては元の世界の方がおしとやかでよかった。ってことは地震に関してはタイムリープ以前の過去が変わったわけではないのか。ただ、昭和が続いてたってことは、その点においては過去の世界と変わってるんだよな。前の世界だと昭和天皇が100歳ぐらいまで長生きしたってことなのかな。現代だと1が生まれた1992年の時点で平成になってるわけだし。ごめん、誤解があったようだ。雰囲気が昭和ってだけで一応平成だよ。できれば、もうリークしない方がいい。お前のリープは危険すぎんぞマジで。したくないんだけど、夢の世界で無意識化のリープが起きる可能性があるんだよ。金持ちになれない、いろんなことが変わってる。今まで経験したことは、あくまで経験であってその通りになるわけではない。めんどくさいルールだな。もう少しおっさんになってからやれば状況も変わるんだと思う。なんか証拠ある？証拠も何も世界が違うし、証明しようにもどうしようもない。戻れても結局はまた同じことを繰り返すだけってこと？いや、記憶はそのまんまだし行動も自由だから色々なことができるといえばできる。50くらいまで年を取りタイムリープをすればもっと色々な面で効果はあると思うが、長い年月を遡るほど世界の改変が進むので何とも言えない。しかし夢のある話だな。俺もこれできたら離婚する前に戻って土下座しまくるわ。嫁が存在しない世界になってるかもしれんぞ。つか自分自身に何が起きるかもわからんレベルじゃね？芋虫人間なってたりとかリスキーなリープだな。いやお前芋虫人間って。何が起こるかわからん以上ありえない話じゃなくね？世界が変わるのに、自分は変わらないなんて都合のいいようには考えられん。このリープは相当危ない。一応自分を変えることも可能だと思う。顔とか普段から見慣れているものに関しては難しいが、体重とか身長くらいなら夢の段階のイメージでなんとかなる気がする。あんまりイメージでは極端には変えれないと思うけど、世界そのものがもし大きく変動したら巨人とか妖精とかになるかもしれん。まあまだ3回しかしてない素人だからなんとも言えないわ。ってことは今このスレにいる位置は別の世界からリープしてきたの？もしくは頭がいかれてるんだろうな。タイムリープ&平行世界への移動かな。理屈としてはタイムリープは同じ世界線では行えないみたいな感じか。これが本当だとしたらすごいな。これマジなの？何か最初の方はただの明晰夢っぽいけど、24までいた時の最初の世界の話を詳しく教えてくれないか。その世界での2016年までいた計算だよね。最初は21だけどその頃の世界は今とはほとんど別物だよ。日本はあんま発展してない。この世界の日本よりは平和だけど、外からのものは高くて買えないしアメリカというか連合軍が争ってるけど、蚊帳の外でのほほんとしてる。やり方箇条書きで詳しく書いてくれ。ダメ元で試したいぞ。うせ今週中に自殺する予定だったし。失敗したら芋虫人間だぞ。最初から書いた通りで全部だよ。丸一、とにかく戻りたい過去のことを考えて日々を過ごす。特に寝る前に過去が断片的にでも現れる深い夢を見る。その夢が出るのを待つ。3、その夢の中の出来事に集中し夢の自分に意識を注ぎ込む。4、夢の中の自分を乗っ取り終わり。詳しく説明してくれてありがとう。最初の世界と3つ目の世界では2011年3月11日の地震はなかったってことだけど、今の世界に来た時点で震災は発生済みだったのかな？それともこの世界に来た後に震災が発生？来てしばらく経ってからだね。来たのは1月下旬頃だし。って間違ってたか。すまん。1は今20だから1992か1993生まれで、最初の世界で21歳までいたから2013年までいたってことになるか。それで次の世界はってわけわからなってきたから俺も箇条書きでお願いしてもいいかい？1がいた前の世界の年表みたいなのが知りたいんだ。1992年に生まれ2013年まで過ごす。そこから1回目のタイムリープ13歳、2005年に飛び暮らし始める。15歳、2007年にタイムリープの実験。2003年に飛ぶ11歳、2003年3つ目の世界で暮らし始める。24歳、2016年再びタイムリープを行う。19歳、2011年、4つ目の世界、この世界で暮らし始める。こんな感じ。冒頭に言ってたタイムリープする方法で俺たちも成功できると思う？それとも1は何か特別だったから成功できた？わからないとしか言えない。実際俺も1回目のタイムリープをするまで、21年間も普通に生きていたんだ。それまでは特に変化もないし、俺のような人とも遭遇していない。誰かを実験に利用したとしてもその人が違う世界に行くときに、俺がいる世界にも改変が起きる可能性があるからできないし、俺以外の誰かがタイムリープをしても確かめることはできないんだよ。俺は誰にでもできると考えているけどまだなんとも言えない。あれ？タイムリープする前の本体はどうなる？抜け殻か？わからない。で、それだけ生きて、お前は世界をどういう風に認識してるの？世界は繋がってるけど横並びじゃない。時間も関係なく縦横無尽に繋がっている。死ぬのも怖くない。どうせ死ぬ時に。違う世界に飛んでまた繰り返すだけだろうし、この世界のつながりから抜け出す方法の方が今は知りたい。1に聞きたいパラレルワールドの説明なんだけど、この認識にピンとくる？世界はゲームソフトみたいなもの、すべての可能性。マリオがジャンプするかしゃがむか、クリボーを倒すか、ぶつかって残機が減るかはすでにプログラムされている。今この瞬間に、すべての選択肢は可能性として存在している。俺らは、そのプログラムを自由に選べる。土管の上でジャンプするか、手前でジャンプするか選べる。俺の世界を移動した経験だと世界はもっと自由だよ。現に俺はそれぞれの世界で、違う行動をとってるつもりだしね。でも俺の最初の世界で死んだ知人は必ず死んでいる。死だけは決まっているんだろうね。俺が思うに、望めばその人は生き返らせられると思う。その人が生きている世界に自分が行くという方法でね。バシャールとかいうやつによると、自分の周波数を調節することで、パラレルワールドを移動できるんだとさ。宇宙人はそうやって空間をワープするんだと。俺のタイムリープも時は夢を見る時のイメージと記憶が全てだからさ。知人の知ってのは簡単に忘れたり消したりはできないんだよね。生き返らすこともできるのかもしれないが今の俺ではそいつが生き続けている世界を想像するのは難しいんだと思う。永遠に平行世界観を行ったり来たりするのか。ラノベの題材になりそうだな。古くは創始からある考えだけど、でもそのタイムリープ夢の中で、自分が老衰で死ぬところをイメージすれば、ぼっくりいけるのかもな。最近異世界スレ多くね？ゲラゲラ医者とか。どうだろうね。自分が死ぬ姿をイメージしながら夢見るのはかなり難しいと思う。まあ、俺の話したいことは大体こんな感じです。皆さんも自分の世界を大事に。いちさん、教えてくれて本当にありがとう。いろいろがはかどるよ。いちいつ今夜にでもやってみるよ。過去に行って今を変えたいからな。安全な日本にしたいからな。俺は、もう少しお前らと遊んでいたいからこの世界に留まるよ。移動先にも俺らはいるぞ。いないかもしれないだろ。これマジ？やってみれば？俺はやるけど、面白い話だった。一応別の世界で会おう。いかがでしたか？若返るのが羨ましくも、今の世界に戻れないというのは、なんだか真実味があって、少し怖くなってしまいますね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。